マルコ・ヤリッチは、セルビアのプロバスケットボール選手。ユーゴスラビア連邦セルビア社会主義共和国、ベオグラード出身。身長201センチメートル、体重101.6キログラム。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。セルビア人のプロバスケットボール選手で偉大な、ポイントガードだった、ストレチコ・ヤリッチの息子。ギリシャの市民権も持っている。 2008年6月12日、ブラジル出身のスーパーモデル、アドリアナ・リマにプロポーズし、婚約した。後に、アドリアナと結婚し二人の娘に恵まれるものの、2014年5月に、離婚を発表した。1996年、17歳で、ギリシャ男子、プロバスケットボールリーグ2部のペリーステリー BC で、プロデビュー1998年、19歳で、イタリア男子、 プロバスケットボールリーグセリエ A の名門、ホルティトゥード・ボローニャに移籍。2000年、21歳で、同じボローニャを本拠地とする、ライバルチーム、ビルトゥス・ボローニャに移籍。エマニュエル・ジノビリア、アントワン・リゴドーラと、チームメイトになる。2000から2001シーズン、ビルトゥス・ボローニャは、セリエ A で優勝。同年、ユーロリーグも制覇した。2000年の NBA ドラフトで、 ロサンゼルスクリッパーズから二巡目全体30位で指名される。ありがとうございます。